お酒？お酒？ポカリ。ポカリ。お風呂上がりポカリ飲む？めっちゃ好き。ポカリ、結構常備してる。なんかね、体調悪い時とかもすぐ飲めるしね。今めっちゃいいよ。ポカリ元気になる、すごい。アスカ遊びに来た時とか、もうビビるよ。ポカリあるから、すごい。ダンボールストック派？もうほんと、アマゾン。もう定期便で頼んでる。便利だね。なんか、家か。嬉しいな。なんで別に。なんか緊張するかも。何言ってんだよ。まあでもそっか、お互いの家とか行ったことないもんね。緊張するかも。そっか、デート3回ぐらいして。そうだね、マジで。緊張するかも。いや。なんかさ、家に入った時のさ、ルールみたいなのあったりする？例えば、なんか、ここのスペースは入られたくないみたいな。ない、特に。ええー。でも思ったよりやっぱ男の一人暮らしだから散らかってる。いや、でもマスカ来るときは片付かな。でも、虫とかいない？そんなに汚くない。そこまで汚くない。で、うち6階だから虫はいないね。そう。じゃあ。6階は安心だ。だって私、うち男の人なんてあげたことないもん。俺もないよ、そんなん言ったら。女子が上がった。姉ちゃんが一回来たか。それカウントしないか。カウントしない。気つながってんだから。いつかうちも遊び来て。もちろん。ね。絶対行きたい。うん。アスカ家どこだっけ？家高円寺。高円寺だ。そうか。行ったことない。高円寺の街も案内してよ、じゃあ。ぜひ。商店。でも、うちちょっとだけ細かいかも。そんなとこあるん？すぐ来て手洗ってほしかったり。でもそれは俺んちもさすがにそうよ。この時期だし。手洗いうがいはするよね。勝手に冷蔵庫開けないでほしい。開けちゃうかも、ガチャって。ちょっとやめて。あと、勝手に洗濯機なんか見ないでほしい。いや、そんな状況ないよ。勝手に冷蔵庫の中見るっていう状況がない。なんか、やばい、ミスのかなみたいになってない。え？なんか私のルールみたいになっちゃってる。トリセツ？トリセツみたいになってる。そうかな。別に全然。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご利用の前にこの取扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく持ってね。だよね。あるね。あれ、かわいいよね、あの歌ね。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても、でよね。そうだね。私もある。家に入るとき靴ちゃんと揃えてください。靴はびっしり玄関で揃えて、そのまま靴下を脱いで別の靴下に履き替えてきて入ってください。足の匂い絶対許しません。ちょしっかり手を洗ってください。石鹸は持参で、私の家の石鹸は高級石鹸だから他の人に使われたくない。うがいするときは自分のマイコップ持ってきて、私の家のイソンジン使ってください。なんか手土産絶対持ってきて。ストップ。ただのグミじゃダメ。やばい、一旦ストップ。ごめんね。結構細かいね。そう？靴下履き替える。特に夏場はごめんなさい。俺その臭そうな感じする？俺あんまり実は足とか臭くないタイプだよ。なんか同じ靴履いてそう。靴は1週間に1度だけ7日間別の靴履いてください。前の日の汗が残ると菌が繁殖します。別の靴にして、でも外一緒に行くとき
一番綺麗な靴にしてください。え、靴だけで、いや、ちょっとストップ。え、靴だけでそんなあんの？サンダル絶対履かないでください。サンダル履くとしても靴下履いた上でサンダル履いてください。マジックテープの靴とかもっと嫌です。靴ひもはちゃんとまっすぐ揃えて人にやってもらったようにしてください。え、ちょ、ストップだ。靴だけでそんなあんの？え、もう靴ひもが例えばで、ね、こういう風になっちゃってるのとかも最悪。縦にしたらもう分かれます。靴ひも縦で分かれる？中敷きちゃんと敷いてください。あ、中敷き、あ、する人いるよね、確かに。楽だからってバンズの靴ばっかり選ばないでください。いや、それはバンズに失礼だろ。楽だからってやめてください。だからそれはバンズに失礼だっつうの。ジム行く時の格好みたいにならないでください。アディダス、ナイキ、プーマとかの違うブランドで統一するのやめてください。うわ、細かと、え、もう靴も含めてブランド統一してほしい。朝起こしてください。なんだそれは。それはもう関係ないだろ、全然。靴が、私朝なかなか起きなかって、あ、こいつなかなか一緒に住んでもし起きないなと思ったら、なんか朝食作っていい匂いさせてください。何で起きようとしてんだよ。これからおいおい、歌えない、歌えない。よろしくね、よろしくねってならないよ。ほら、あってんのに。よろしくねってならないよ、それ。悪いけどね、そんだけ細かい人はね、朝普通起きるよ。そんだけ細かくて朝起きない人いないよ。私が喋り出したらずっと喋らせてください。うわ、なあそれ。途中で止めないでください。いや、止めるよ。なんかちょっとへこんでるなって思ったら大丈夫って言う前に、ちょっと様子伺ってから大丈夫って言ってください。めんどくさいな。めんどくさいなって絶対言わないでください。うわ、もう最悪、塞がれた。お風呂先に入らないでください。うわ、何それ、お父さんみたいなこと言ってんじゃん、俺に。洗濯一緒にしないでください。うわ、お父さんみたいなこと言ってんじゃん、俺に。なんか、私と一緒に歩くとき、綺麗な格好をしてください。まあ、それは最低限するよ、もちろん。子供ができても下の名前で呼んでください。うわ、いい、そんなルールもあんのか。もう、あれじゃ、うん。何？ごめんごめんごめん。うわ、また切れられそうだから。途中で止めないでください。いや、だからごめんごめんごめん。途中で止めないでください。途中だと思わなかったから、ごめんごめんごめん。ポカリ買わないでください。ポカリ嫌なの？まとめ買いしないでください。スペースが一番大事です。一本一本買ってください。やだよ、めんどくさい。なんでそんなことまで指示されなきゃいけないんだよ。ちょっと安めのスーパーで買ってください。なんだ、値段とかにまでうるさいのかよ。ドラッグストアが一番安いです。いや、みんな言うよ、それは。ドラッグストアが安いって。ポイントしっかり貯めてください。うわ、そういうのも厳しいのかよ。その顔しないでください。その顔しないでくださいって、もう詰めるなよ、俺のこと。眉毛ギュッと集めないでください。眉間にシワを寄るって言えよ。眉間にシワ寄せないでください。私が言ったこといちいち修正しないでください。うわうわ、ヒートアップしてきてる。ニヤニヤしないでください。顔の表情もっと豊かにしてください。変な顔、それはたくさんしてください。なんだよそれ。まあまあまあ、できるだけさ、そのアスカが、その、納得するような男でいるように頑張るけどさ。ありがとう。あと私の浮気許してください。おい、やばいやつだったな。これか。いや、行かない、行かない、行かない。よろしく、ね。行くか、行くか。よろしくするか。それもう別れるしかないよ、だとしたら。浮気許してくださいって言って、あと最初の方、実は一番引いた。私の石鹸使わないから石鹸持参してくださいってやつ。そんなやつと付き合えません。付き合ってください。え、付き合ってください。無理です。お願いします。はい、あなたが変わってください。あなたが自分の考えを押し付けすぎないように変わってください。頑張ってください。私が歌ってる曲歌わないでください。そんな権利ないです。別にあなたが歌った歌歌わせてください。言い方ムカつくんで言い直してください。いや、言い方に変えません。こういう男でよければどうぞよろしくです。
悪くないです。これかなんだよ。